はい、どうもタンタンです。こちら制作家古林さんの新作ですね。入ってまいりました、古林ブランド。モデル名はこちら RCT の 04UK というモデルで、はい、おそらくコンサートテナーなのかな。 CT ちょっとちっちゃめテナーとしてはちっちゃめですよね。なんだけど400ちょっとかなスケールがあるので、ミニテナーとかコンサートテナーとか、コンサートロングネックとか、そんな感じのイメージの弾き心地かなと思います。はい、そしてこれね、ボディが、はい、これシダーですね。トップがまず、はい、シダートップ、杉の木、そしてローズウッドですね。サイドバックがローズの一本で、本当にクラシックギターなんかでよく、使われるタイプの材の組み合わせかなと思います。でこの音パッとこう弾いても分かる通りね、シダーらしいこうバリッとしたメリハリのある音、それがねこのちっちゃいボディでもしっかり出てるんですよね。こうコロコロした雰囲気っていうのとはまたかなり違った雰囲気の音色にはなると思うんですけれども、一音一音のこうなんていうかな、粒立ちというか、そのクリアさ、なんていうかすごくくっきり一音一音が出てくれるんで、こう全然ね違った雰囲気でこう使えるのかなと思いますね。はい、もちろん、スケールもしっかりと長さあるんで、音の張りというのかな、そういうのもしっかりしてますし、この材料の組み合わせ、そしてこのスケール感っていうところでこの鳴り方、本当にパリッとはっきりした音っていうのかな、そういった表現が合うんじゃないかなといった一本になっております。なので一個一個の単音のこのクリもすごく伸びもいいし、はっきり出てくれる。でコードを弾いた時はね、今度すごいボリューム感で出るんだけど、こう歯切れがいいっていうのかな。音の伸びはしっかりしてるんだけども、音一個一個コードで弾いた時も、一個一個の分離がすごく良くて、心地よく聞こえる、そんな一本なんじゃないかなと思います。またこうハワイで作られてるこうハワイアンの雰囲気のウクレレとはね違った、楽しみ方のできる一本なんじゃないかなと思います。はい、ということでこちら古林さんですね。古林さんの RCT の 04UK というモデルですね。コンサートテナーみたいな感じかな、コンサートロングネックみたいな感じのスケール感、ボディサイズ感の一本でございます。ぜひお問い合わせお待ちしております。それではタンタンでした。